新野鳥って。もしもし。あ、はい。出所したんで。お前5年ぐらい入ってるって言ってたじゃん。5年ぐらい入ってて、さっき折原に電話したら、また別件でもストーカー以外にも中下検事になんか相談しに行くらしいから、まだ詰められるらしい。あ、そうなの。ビダネコの件もまだ終わってない。だし、南郷さんが、南郷さんだけは好きなのに、あの折原さんになんか、あの、勘違いされてるんですよ。私好きとかじゃないのに、なんかそれを、お前を絶対刑務所にぶち込むぞみたいに、さっき、やっとさん経由で、私は話してないけど、やっとさんから電話で聞いてる。だから今回出てたのは、ナーボーが本命だからって言い通して、折原は好きじゃないですって言ってて。それは事実なんですよ。ナーボーのおかげで出れたらしい。え、なに？俺のおかげで出れたの？そう、ナーボーが本命ですって言い続けたんだって。折原のこと好きじゃないですよ。だって本当にそうなんですよ。なのになんか折原くんになんかあのユリアってあんまり舐めれてるとマジで刑務所をぶち込むみたいな。今日もまた警察に相談行ってきたんですよ。そう、さっき電話したよ折原。また被害届けまた別件で出す。話したんです。そう、話したんで俺が。え、そうなんだ。そうなんです。今日すいませんでした、急に突然した。びっくりさせた。まあ全然いいよ、まあ、びっくりしたわ。あ、そう、ライブ予約しました。あの S 席の。そう、1万円の席。当たるかどうかでも。あ、S 席予約したの？はい、当たりますよ。あゆりやって名前で予約した？え、ですか。ゆりやって名前で予約した。いや、名前なしで予約した。名前なしで、ああ、じゃあ弾くの難しいな、それだったら。弾くな。わかんない。でも抽選はこっちでやってないから、当たるといいね。ゆりやと新野鳥のブロック解除してくれたから、別にライブ行く分ではいいんでしょう。あ、別に問題ないよ。本当ですか。S 席はだったの、逆に。別にダメとかじゃない。あ、ダメ、なんで弾くとか言うんじゃん。え、いや、ちょっと、ゆりやちゃんが、あの、最前にいたら緊張しちゃうなと思って。いけかせみたいので、緊張しちゃうんだって。後ろらへん。あ、そうなの。え、じゃあまた捕まっちゃうの、ゆりやちゃん。もしかしたら、私、今日何も折原に一回も電話してないのに、なんか向こうがストーカーとか言ってるらしくて、私はストーカーしてないのに、なんかストーカーとか言ってるんですよ、今で。ああ、そうなの。でもなんかイベント前に捕まんないといいね。そうですよ、ね。8月だもんね。8月20日までは、ね、現場、こっちにいたいね。刑務所入りたくないね。空席だってここ捕まったんだって言われちゃうね。でもなんか、もし仮に捕まっちゃったら、あのユリアちゃんの席だけ最前開けとくから本来はユリアちゃんがいるはずだったけども捕まって来れなかったですって最前一席開けとくからありがとうございます。うんね、あ、でもよかったね。うん、うん、出所祝いのメッセージしてくれたらみんなもらってるんで。もう、そっか。だから、もうしないようになんか、励ましのメッセージありませんか？改善するように。いや、でもなんかね、最近なんかちゃんとしてたから。いや、本当になんか、ルール回ってね。調子乗ってたから。ただなんか、追原の件で捕まって、なんか、三百回電話したことによって、私は弁護士の件。しょぶさいな。なるほどね。まあ、らしいよ。ずっと喋ってるね。ねえ、まあ、捕まんないといいよな。え、俺のおかげで出れたってなんだそれ。俺のおかげで出れたとかそんなんあんのか。でもまあね、また、まだ別件があるからね。ナーボーが本命ですって言い張ったの。それで、そうか、じゃあ出るか、みたいな感じになんのか。ユラちゃんってやっぱりおかしい人なの？それは、おかしくないって言ったら嘘になるね。ツイッターとか見られないのかな。まあでも、そういうね、細かいよ、やっぱり警察は。ツイッターとか何から何まで、配信まで何から何まで見られるよ。マジだよ。神頼みしかないの。いや、だからまあでも、ね、俺からしたらもうどっちでもいい、正直。なんか、リアルイベントも、おとなしくさ、チケット買って見てくれれば別にいいし。でさ、なんか、もう俺からしたら結構、全然なんかセーフティーなの。俺が、今日だって、野田さんの家行くときに、目の前で待ってて、出所しました、みたいな感じで、で、ごめんなさい、いきなりっていう一言もあるし、全然俺の中ではセーフティーなのよ。だから、度を超えた時に注意したりとか、対応すれば別にいいと思ってるから、それだけで。そう、だから、もう用済んだら普通に帰ってるし、別に俺の中では別に、出所報告リアトツでされたの。野田さん家にイベントのポスター私に行ったら、貼りに行く直前に、野田総理の家の前で待ってた。また前みたいな悪化する？だから、こっちが変にね、先回りして、ね、壁作っちゃったりすると悪化が早くなるのよ。だから、ボーダー越えなかったらいいよって言ってれば、緩やかに悪化すんのね。そう。だから、悪化が早いとめんどくさいことが増えるから、緩やかに悪化してほしいのよ。
うん、で悪化した時に言えばいいから。悪化はする絶対、うん、だって言っても分かんないんだもん。そういずれ前みたいな悪夢が再来するのは分かってる。それじゃ遅いだろ、まあ、分かってないね。結局じゃあやっと捕まったとか言ってるけども、数週間で出てくんだから捕まえても意味ないんだよ。もう結局甘いんだよな、もう。いや俺じゃなくて警察が甘いんだよ。警察が甘いの正直俺が甘いとかじゃなくて、じゃあなんで無所入ったら出てきてんだよって話だからね、警察が甘いの。俺のこと責めんの間違ってんだろ、どう考えたって、ね、別になんか手紙来る分にも LINE 来る分にもさ、ね、あー来た来たって感じですればいいんだよ。どうせまた逮捕されるしほっとこうぜ。うん、まあね、うん、1日1000回電話しても不起訴かそうなんだよ。あまり思わせぶる言葉はやめとけ。何が思わせぶる言葉で。ストーカー案件については警察は甘い。まあ甘いよね。まあだからさ、俺みたいなさ、男で女のストーカーに悩まされてるとかだったらさ、もう100歩とか200歩譲って。だけど、なんか女の子ってやっぱりどうしても恐怖感じるじゃん。女の子が男の人に付きまとわれてるとかさ、まあ、そういうのでもやっぱちょっと甘いもんね。しかもお前だしな。なんか俺が嫌なのはね、そう、なんかストーカー案件で、なんか放送が妨害されていた時期があって、それでさ、警察署に行くのが嫌なのよ。もう完全に、犯罪する側の見た目で、ストーカー被害に遭ってるんですけどって、この顔で言うのが嫌なの、俺。いやいや、お前ストーカーとか犯罪する側の面して、何被害者ですみたいな感じで警察署来てんのみたいな、感じの空気感が嫌なの。それが一番嫌なの、俺は。そこ一番辛いのよ。もう全員、なんか、署内にいる人たちが半笑いしてるような、あの空気感。笑ってしまった？いやもう笑ってくれ、そこは腹くくれ。いやなんでどこで腹くくってんの俺、こいつがみたいな感じで。しかもね、しかも別になんか男の警察官とかだったらまだいいよ。だけどもやっぱさ、女性の警察官もいるわけじゃん。でなんかちょっと綺麗な警察官の女性警察官とかにそれ話したりするのもう嫌なの俺これがみたいなお前がみたいな、お前がストーカーされてる、嘘つけみたいな、もうなんかその感じ出てるから嫌なんだよ。お前がみたいな、恥ずかしいんだよこっちは。その話何回目、何回も聞いてくれてありがとう、本当に助かってるよ。もう整形するしかないな確かに。あ、そうそう、だからネタですよねもう言われるんだよ実際、うん、ネタですよねとかも言われんのよ。そうだから、あなたもまあ YouTuber みたいなことしてるんでしょみたいな、でそれなんか面白おかしく話したりとかしてるんでしょみたいな感じの言い回しとかもされるから、いや確かに生放送で話してるけどもね、生放送で会ったことだから生放送でも話してるけども、こっちはマジで仕事妨害されてるしみたいな、だから相談しに来てんだよわざわざつってみたいな感じで腹立たしいこともあるんだよ。高度なディスり、まあネタにはなったけどな、まあ、確かにな。警察も事件性がないと動けないんでとか言って、俺からしたら大事件だわ、俺からしたら大事件なんだけどみたいなことがあるのよ。じゃあちょっと誰も訪れないような林でさ、藁人形打ってくるわ。ユリアちゃんの名前書いて、捕まりますよね捕まりますよね捕まりますよねつってね、うん、危ないから。